はい、じゃあトップバッターは、おお、新さんでございます。眩しい。マイク。はい。はい、じゃあ。去年あのオーバーしちゃったんで、今年は4分目目標で。大丈夫ですか？はい。はい、ではどうぞ。はい、クシーです。よろしくお願いします。ですね、こういう感じで皆さんちょっと反応よくいきましょう。はい、皆さんやっぱり楽しんでますか？そうです。そういう感じです。で、こういう人です。プログラミングしたことないんですけど、なんかすいません。結構前にヤプシーの運営やってました。で、クシーといいまして、ダークキバが好きで、好きな人類は高岩さんで、仮面ライダーゴースト10月4日スタートなので、皆さんぜひ見ましょう。で、普段こういう会社で働いてます。で、今日ですね、こういう話したいと思ってて、ブログでですね、こういう、行ってきたシリーズでやってて、まあ、いろんな会社紹介してますと。で、概要としてはですね、まあ、今まで107記事書いてて、シリーズ単体だと350万 PV で、ブログ全体だと1500万 PV ぐらいあるんですけど、まあ、こういうのやってますと。で、すごいところは、結構有名らしくて、まあ、オフィス移転するときすごい参考にしてて、なんか最近結構2回やったオフィス多いなと思ったら俺のせいみたいな話もあって、記事きっかけで転職しましたみたいな話も結構言われます。で、きっかけとしてはですね、当時の社長にですね、2009年ぐらいなんですけど、いろんな写真持ってるはずだから見せてって言われて、まあ持ってるわけないので、撮るようになって、で、まあ、せっかくなんでブログ載せていいですかっていう話で、まあ、こういう感じでやってますと。で、理由としてはですね、まあ、有給内緒食えんのみたいな感じの、すごいブラックな会社で働いてたので、他にどんな会社あるのか選択肢がなかったんですね。なので、まあ、もっともっと世の中って選択肢あるよっていうのを昔の自分に教えてあげたいと。これちょっとエモい感じなんですけど、こういう感じでやってますと。で、オフィスという切り口で環境変えれば人生変わるっていうのをみんなに知ってほしいというので、一応続けてるという定義にしています。はい。で、今日ですね、人気のあった記事、トップ5紹介したいと思います。もう半分まで来た。1分40秒。はい。で、5位がですね、エンジンジャパンというので、私今 LINE というとこなんですけど、その前身になってる会社が5位でした。ね、キャラクターとかいて可愛いんですけど、で、4位グリーさんですね。で、受付めっちゃ広い。ね、3位が引っ越す前のクックパッドさん。今ウォンテッドリーという会社が入ってるんですけど、ここはオフィスの中に、キッチンがあったりしてとてもいいところでした。で、2位が、引っ越す前のフリークアウトさんですね。ステージがあったりしてめっちゃいい、本当に仕事してるのかなみたいな感じだったんですけど、1位がネクストイノベーションという、これリッチマン・プア・ウーマンというなんかいい感じのドラマがあって、石原さとみがめっちゃ可愛いってやつなんですけど、そういうところの、まあ、これセットなんですけど、ここに行って、で、まあ、マスなんで、すごい PV ありましたねみたいな話でした。で、番外編としてはですね、すごいお金かかってそうで、マイクロソフトさんすごいね、ちょっと抜けてんなみたいな感じがあって、行きたい人はマイファインダーさんっていう人に連絡をしてみてください。で、頭おかしい系で、なんか面白コンテンツを作ってるバグハンバグバーグって会社あるんですけど、ここは本当に頭おかしくて、まあ、こういう感じの記事をいろいろやってました。まあ、いろんな会社あっていいよねと。でも、多様性大事だよねということを今日は言いたかったです。で、おしまいなんですけど、ちょっと先生させてください。イスコンっていうのがあって100万円。これ知ってる人はどれぐらいいますか？あれ、宣伝する意味なかったな。そのうちオンライン予選、始まりますのでよろしくお願いしますということで、さっきしました。はい。しましたので、はい。皆さんぜひご参加ください。2名か3名で、応募できますので。あともう一つあって、WebDP プレスっていうのがあって、LINE 開発ノウハウっていうのが、明日発売なんですけど、これ載ってますのでぜひ購入してください。さっき編集長の稲尾さんにもあったんですけど、売れるといいですねって話をしてました。で、ノベリティに入ってたこれとは何が違うのってよく聞かれるんです。まあ一緒ですね。、はい、一緒なので皆さん買いましょう。はい、ありがとうございました。